この諸葛孔明、乱世の人々が泣かぬよ、悲しみのない天下。曹操ならば一生に不死、孫権ならば別の道を選ぶでしょう。ですが劉備殿は迷い、傷つきながらそれでもなおその道を追い求めておられる。この乱世で誰もが諦めてしまった仁の道を。諸葛亮、あざ名は孔明。雅亮と称される優れた軍略の才の持ち主である。慶州の名士柴木の下で序書らと共に兵法を学ぶ。その後は草庵にこもり、妻月英と静かに暮らしていた。だが今劉備の三顧の礼に応え軍師となることを決める。仁の国を実現するためその才を示す時が来たのだ。劉備殿の目指すよ、必ずや実現させてみせましょう。今天下に曹操に並ぶ勢力はありません。諸葛亮、全軍の指揮をお前に委ねる。承知。ちょっと待ってくれ、兄者。曹操軍の追撃、この白鵬派で押しとどめます。この戦では各軍の連携が鍵となります。受けてください皆さん、私の策に従ってください。
馬がご入り用で。またお待ちしてます。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。へい、いらっしゃい。毎度どうも。蹴散らし、感情を落とすのだ。皆、奮起せよ。我ら、劉備殿の盾となり、敵を退けん。イカズチよ。繁盛攻略はならぬか。悔しいが、ここは引かねばなるまい。敵将へ打ち取りました。良い結果を出せと。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。
配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。指示を出す者がいなければ軍は崩れよう。深夜の砦にいる軍師を狙うぞ。私が撃たれてはこの先の策はなりません。敵を打ち払わねばなりません。残しといてくださいよ。お見事です。さすがは孔明様。活躍の場残しといてくださいよ。伝令、家計部隊到着しました。
無事ついてくれましたか。ここまで守備は上々ですね。敵の家系だ。諸葛亮、ついに曹操。劉備様を慕い。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。あなたたちを逃がすことはできません。あんたら何か企んで逃げてるな。俺の勘がここで倒せって言ってるぜ。私を慕ってくれるためにこれほどの能力ならば何としても曹操から逃げ切らねば。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。クソ、これは聞くしかないな。この先嫌なことが起きないことを願うぜ。イカズチよ、敵将討ち取りました。お見事です。さすがは孔明様。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。民を連れての逃亡に強い意志を感じます。ここで引くのは気がかりですが。良い結果を出せず何よりです。おお、よくやってくれた。
ええ、ここからが本番です。次は急ぎ益州の内政を整え、北の葬儀に備えなくてはなりません。皆さん、引き続きよろしくお願いいたします。何を焦ってるんです？いくら早々でもまだ攻めては来ないでしょう。人の性には限りがあります。漢王朝は400年続き乱れました。それを劉備殿一代で立て直そうというのです。劉備殿が決起されてからすでに34年、残された時間はあまり多くありません。時間が多くないのは劉備殿に限ったことではありませんよ。俺やあなた、関羽殿や張飛殿、もちろん曹操や孫権にも死は訪れます。いつ何が起きてもおかしくない時代、もっと足元を固め気球の事態に備えるべきでは。お二人とも、我らは益州を得たばかりです。何も今そのような不吉な話をせずともよいのではありませんか。そうですね、失礼しました。さあ参りましょう。きっと張飛殿が首を長くして宴席で待っていますよ。劉備殿、先ほど知らせが届きました。宝刀が諸葛亮殿、諸葛亮。劉備殿。は、生徒は生。劉備亡き後、蜀ではその子劉禅が帝となった。諸葛亮ら中心は劉禅を支え、国内の立て直しを図る。魏の侵攻を退けると、憂いであった南中の制圧にも成功した。一方呉は医療に攻め寄せた蜀軍を撃退。諸葛亮より再び同盟を持ちかけられると、これに応じた。すべては天下を目指す魏に対抗するためである。その間にも魏は内政に力を注ぎ、国力を蓄えていた。来たる五蜀との戦いに万全の体制で臨むために。以上が大まかな国内の情勢です。
続いて義の動向に関して報告いたします。諸葛亮、聞いてばかりで疲れてしまった。少し休ませてほしい。これは気づかず失礼いたしました。諸葛亮、そなたも少し休んではどうか。国内のすべての政務に目を通し、さらに北伐の準備までしているそうではないか。無理をしては体に触るぞ。お心遣いありがとうございます。ですが北伐を成功させるため、不安要素はすべて取り除いておきたいのです。そのためには政務もおろそかにできません。そなたの気持ちはありがたい。だが体を壊しては北伐どころではなくなってしまう。私には到底無理だが、そなたを補佐できる人物がいれば。今は馬謖が補佐してくれています。彼はとても利発であり、私の考えもよく理解しているようです。北伐においても十分な働きが期待できるでしょう。そうか、そなたが良いと言うならば良いのであろうな。これより北伐の準備を行います。我義攻める。義援殿、気持ちはわかるけど準備も大事だよ。馬隊の言う通りです。南中は制圧しましたが、まだ国内外でやるべきことが多くあります。それらを解決し、万全を期して出陣しなければなりません。しかし敵も我らの動きに気づくでしょう。時間をあまりかけぬよう皆で協力し、分散して取り掛からねばなりませんね。一人で全ての問題に当たる必要はないと。ええ、北伐成功のため確実に任務を遂行してください。では皆様よろしくお願いします。万全の準備を整えましょう。Thank you.
このままでは兵器の開発が間に合いません。義軍が掘り尽くし城に保管している。侵入したぞ。こっちだ。これで良い結果を出せて何よりです。お見事です。さすがは孔明様。孔孫炎殿に送るという書簡、魏からの独立と共闘を呼びかけるものだとか。両党の茶ならこのあ、ここの茶は絶品。これな。
我が新さんに狂いはありません。おお、素晴らしきお働き。強族の協力を取り付けるこの目だが、あなた方は食軍、なぜこんなところに。いやいや、今は戦ってる場合じゃないってのに。各剥製と申す、手加減は不要だ。王族との会談はお流れか。せっかくここまで来たのにな。敵将打ち取りました。他を寄せつけない。お見事。ああ、引かねばならぬとは。強族との会談が。義軍も強族を待っていた。気になるな。辺りを探ってみよう。良い結果を出せて何よりです。お見事な武勇、頼もしいですな。言われた通り材木を集めないと。重いものを運んだら参道の資材を集め、それが出てけ。山賊が居ついている。ここは諸君の拠点、勝手な真似は許さない。
俺たちの根城で何してやがる。まさかここを奪おうってのか。私たちの拠点に住み着かないでください。今すぐ返してもらいます。お見事です。さすがは孔明様。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。必要な材木ってこれだよね。ちゃんと取り戻せてよかった。これで材木の回収は完了。丈夫な参道ができるといいな。良い結果を出せて何よりです。お見事です。さすがは孔明様。これまでの成果を確認し、兵器の開発は順調のようですね。強族との交渉は無事にまとまりました。これで三高村皆の尽力により
北伐の準備は整いました。あとは来たるべき日を待つのみです。龍禅様、北伐の準備をすべて終えました。またそなた一人に任せてしまったな。負担をかけたくないと言いながらこの有様、やはり私は暗愚だな。どうかご自分を卑下なさらないでください。龍禅様のそのお言葉だけで私は前に進めます。諸葛亮、それにこれは劉備殿から託された役目なのです。陣の天下を実現する、そのためならば私はいかなる任も苦ではありません。孔明様、一つお聞きしてよろしいでしょうか。こたびは北伐のために国内の整備に加え、両党の高層縁にまで接触を試みました。これほどの遠大な計画です。義も当然我らの動きに気づくはず。なぜわざわざ警戒を招くような策を講じたのでしょう。義から感知を奪った時はいわば不意打ちのようなものでした。ですが今や義は職に対して常に目を配っている状況です。ならば多少悟られようと万全の体制を整える、失敗の芽をできるだけ摘み取り成功の種を植える方が良いと判断したのです。孔明様、無礼な発言をお許しください。孔明様は以前から用意周到なお方でしたが、このところは周到に過ぎるように見受けられます。石壁の際、孫悟の地に単身飛び込んだような大胆さが影を潜めてしまったのではと。義の指揮官は芝居、一筋縄ではいかない相手です。ご方面進行の際は彼がまだ軍の全権を掌握していなかったので勝てました。ですが次はそうはいかないでしょう。慎重を期すに越したことはありません。私には別の思惑があるような気がしてならないのです。私は孔明様の妻、どことなく分かってしまうのです。孔明様はもしや月英、あなたは最縁です。私の真意をきっと分かっているのでしょう。ですがこの話はここまでにしましょう。今は私的なことで国を混乱させたくないのです。お願いいたします。以上が北伐を前にこの諸葛孔明が申し述べたいことのすべてです。趙雲殿、すまない、諸葛亮殿の言葉に
過ぎ去った日々を思い起こしたのだ。そうか、私たちが物心つくよりも前から長文殿や父上たちは戦ってきたんだな。すごいよね、流浪して戦って、その果てにこの職を打ち立てたんだから。デューピー、我デューピーの夢叶えたい。皆の気持ちは嬉しく思う。私も父上の夢は叶えたい。しかし戦う以外に道はないのだろうか。でも敵がいるならやっつけるしかなくない？この長い乱世、俺たちで終わらせよう。いざ葬儀を討たん。葬儀を討たん。皆の心よくわかった。そなたたちの武運を祈っている。劉備殿、行ってまいります。馬謖などが率いる先発隊は順調に進んでいるようです。我々は彼らの御詰めとして、いわば二段構えの攻め、攻めに厚みを持たせ義軍を。報告、外邸に進軍した馬謖殿が敵に包囲され救援を求めております。さらに先発隊が止まったことにより敵が勢いを増し、各地でお味方が苦戦中。まさか外邸の我が軍が危機に陥るとは。馬謖には綿密な指示を与え、副将の王兵にも外邸の要路を守るよう伝えたはずです。それが
馬食殿は上将の命に反し、王兵殿のいさめも聞かず、外邸近くの山上に布陣した模様。はあ、山上に布陣すれば補給を断たれてしまいます。馬食、己の才を過信しましたか。外邸を守れぬ以上、北伐は失敗です。皆さんは各地で苦戦している先発隊の救援に向かってください。その上で芝居を引かせ、敵の勢いを止めます。どうか一人でも多くの味方を救ってください。前線の馬食たちは苦戦しているようですね。早急に体制を立て直す必要があります。そのために芝居のいる天水を落とします。義軍を押し返し、味方救いましょう。それにしても天水南東の布陣は見事ですね。どんな人物が指揮をしているのでしょうか。本来ならもっと兵を動かせたものを、両党の公孫衍が騒いだせいで兵を裂かれたわ。俺たち負ける気がしません。念入りに準備していただき感謝します。やはりあなたは職に欠かせぬ存在。今日は一段と輝いて見えます。
地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。諸軍よ、遠路はるばるご苦労だったな。この地を我らの墓場にしてやろう。あれ、もしかして今大変なことになってる？守らなくては。あの二つの要所を狙えばきっと。関暗国、マユ。材木を運んで少しは筋肉もついたみたい。みんな一緒に頑張ろう。守りは我らが受け抜こう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。消灯を見受けする。いざ
女孔明と勝負を。強敵我たける。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。我が力ではかなわぬか。始皇の軍はまだまだ遠い。敵将を討ち取りました。良い結果を出せて何よりです。いいぞ。無人は終わっているな。これで食軍を迎え撃つ。なるほど、隙のない見事な陣形だ。脅威に任せときゃ楽できそうだな。伝令、天水の南東に陣を敷いた大将が判明。イリンジと噂される脅威のようです。脅威ですか。ぜひとも我が軍に迎え入れたい。彼を捕獲するよう全軍に伝えてください。素直に願ってくれれば良いのです。よし、ここで防御態勢を取るのだ。この地に強迫薬あり。食軍を決して投手はしない。素晴らしいですね。何を受けてください。今が好機。手に落ちるとは無念だ。早く処刑するがいい。どうした、なぜ手を下さない。まさか私に義を裏切れというのか。少子、勝敗はまだ決していない。私は最後まで義の将として生きる。捕らえて懐柔しようとしても無駄だぞ。打ち取りました。受けてください。良い結果を出せて何よりです。いいぞ。ちゃんと強いって素敵ですね。
ました。しかし意志は固く、職には寝返らぬと。捕獲しただけ上出来です。あとは私が何とかしましょう。素晴らしいご活躍、お見事です。敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。よし、だいぶ押してるな。この勢いで外邸をいただくぜ。私の布陣が悪かったというのか。いや、そんなはずは。なぜだ。外邸を奪われたら大変だ。諸君の前線が一気に崩れてしまう。少し不利なくらいで沈んでんじゃねえ。俺たち今日が援軍に来てんだ。行くぜ。有利な戦いに負けるのかよ。被害を出してしまうとは。私の責任なのか。追い詰められたとてまだ負けてはいない。私は諦めないぞ。まだ戦える兵がこんなに残っていたか。これで援軍を送れるぜ。王兵殿、人間を無視した私を助けに。謝罪にもならんが手伝わせてくれ。良い結果を出せて何よりです。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。
各剥製と申す。手加減は不要だ。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。敵将を打ち取りました。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。なんという覚悟で諸君は。命拾いとはまさにこのこと。良い結果を出せて何よりです。世界の用地、孔明様のため必ず落とします。何者であろうと陳宗は落とさせん。我が鉄壁の守りを見るがよい。どんな献上であろうと関係ありません。多くの兵器を用意してありますから。入り込めば数に勝るこちらが有利。青鸞を用いて城壁を乗り越えるのです。敵は青鸞を使うか。ならば弓兵部隊、城壁の上に布陣せよ。弓兵部隊の指揮官を狙ってください。統制を失った部隊は機能しないでしょう。では引くしか。陳宗が落ちては義軍全体が危ない。陳宗を奪えましたね。これで巻き返せるはずです。良い結果を出せて何よりです。お見事です。さすがは孔明様。
敵の狙いはこの地と見た。者ども、守備を固めよう。ここで孤立とかありえないんだけど。ダメかも。観察に会いたかったな。あの子が危険だ。早く敵将を倒して助けないと。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻める、我らのものとするぞ。超ヤバかったんですけど。また死んじゃうかと思った。その笑顔がもう一度見られて嬉しいよ。太陽のような君が無事で本当に良かった。良い結果を出せて何よりです。美しさ、食匠の中では剣。いざ超春雷と華麗なる勝負を。ならば受けて立とう。この超紫龍、何者にも遅れは取らん。ながら見事でした。良い結果を出せる。何だ、他を寄せつけない。
取りました。ふざけた男、バタ、次会った時はあなたも。良い結果を出せるでした。何を言うか。私たちで守るぞ。どちらの英知が上か勝負よ。諸葛亮、イカズチよ、お見事です。さすがは孔明様。我が知略が及ばないだと。おのれ諸葛亮。バイは引きましたか。どうやら最悪の事態は避けられました。しかし被害も少なくはない。もはや赤の区罰の続行は不可能でしょう。皆さんの働きによって芝居は撤退し、義の勢いも止まりました。ですが我が軍の消耗も激しいため、これ以上の進軍は不可能でしょう。これより生徒に撤退いたします。馬謖には相応の処置を考えておきます。孔明様、捕虜を連れてまいりました。あなたが天水の南東を守備した将ですね。伝権の地に適切に兵を配置したその手腕、お見事です。早く殺せ。私はお前たちの言いなりになどならぬ。敗れてなお義への忠誠を示しますか。それは立派なことです。ですがその義は必死に天水を守っていたあなたを見捨て早々に逃げ帰りました。そんな方々に義理立てをして何になるというのでしょう。あなたの処置は生徒へ戻り次第決めましょう。ですが悪いようにはいたしません。あなたには大切なお話があるのです。
三刀直入に言いましょう。脅威、あなたに私の体型の手伝いをしていただきたいのです。私が諸葛亮殿の補佐を。私は先日職へ下ったばかりの新参者、そのような大役はふさわしくないのでは。誤算も新参もありません。私はあなたの英知を買ってお願いをしているのです。ガリオと称され乱世随一の使者であるあなたに、そこまで認めていただけるとは光栄です。しかし私が裏切って義に戻るかもしれない。私は筆さえあればいつでも義の方々にあなたを疑わせることができます。ですがそんなことはしたくありません。私たちの目指す神の世の実現、共に成し遂げませんか。諸葛亮殿の強い思い、しかと受けたまわりました。今日白薬、これより神の世へ向けて共に尽力いたします。よろしくお願いいたします。諸葛亮殿、いえ少々。こちらこそよろしくお願いします。先の北伐は入念な準備も実らず失敗してしまいました。二度も失敗しては神の世は遠のいてしまうでしょう。こたびの北伐は呉との連携を図り必勝を期します。呉とは盟を結んでいるとはいえ以前のような関係ではありません。我らの思惑に乗ってくれるか気がかりですが。我らのみに義があれば乗らないでしょう。しかしこたびの北伐は双方に利があるもの。私が説得し必ずや動かしてみせます。わかった。そなたがそこまで言うのであればうまくいくのだろう。だが諸葛亮、一つ約束してほしい。国のことを考えてくれるのはありがたい。だがそなた自身をもっといたわってくれ。私は何もできぬが、脅威や正妻たちがいるのだ。もっと皆を頼ってほしい。龍禅様、もったいないお言葉でございます。上将、前線より報告が入りました。各所で義軍は固く守っており、我が軍は攻めあぐねているとのこと。戦況は膠着状態にあります。しばらく動きはないと見てよいでしょう。さすがは芝居ですね。我が真意を測り。上将の真意、それは脅威。我らは遠征のみ、蒸気船は不利。この状況を打破すべく私も前線に出ます。恐れながらここは我らにお任せください。上将に万一のことがあっては。脅威、敵はあなたも知る通り強大。私が安全な場所で指図をするだけでは勝てぬ相手なのです。劉備殿や関羽殿も最後まで前線で戦い抜きました。少々、
承知しました。さあ行きましょう。必ずや食に勝利を。劉備殿が目指した陣の世を迎えるため、何としてもここで義を打ち果たします。芝居は容易ならざる相手です。皆さん警戒しつつ進軍してください。義円様は